まず町田のチームの関係者の皆様、最終戦お互いにかけたもののある試合でしたが、フェアでタフな試合をしてくれたことに感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。1年間皆様の熱い応援のもと、私の後ろにいる選手たちは J1 昇格を目指して全力で42試合戦い切ってきました。残念ながら自動昇格はできませんでしたが、今日プレーオフの挑戦権をなんとか取ることができました。もちろんいろんな思いはありますが、まず来週の大宮戦、自分たちが1年間積み上げてきたものを全力で出し尽くして次のステージに進む試合をしたいと思います。なかなか最終戦の終わりが終わりだっただけにちょっと硬い感じですが、一緒に戦ってくれませんか。まだいけますよね。絶対いけますよね。頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。